ラジオっぽい TV。 さあ今日はラジオっぽい TV に佐々木恭子さん来ていただきました。よろしくお願いします。さあ、はい、今回はですね、はい、あのニコニコ超会議、うん、そうですね、気象セッションついに進出ですよ。はい、もうなんですか、気象予報士っていうと、はい、普通今まで言ったらいわゆるお天気キャスターの、そうですね、はい、しかも思いつかないみたいな世界かもしれないですけど、はいはい、いやいや、こっちが本当はこっちがね、はい、メインだぞと。俺はね、もうもうほん、いや別にキャスターの方はキャスターの方で、はい、好きなんですけど、はい、俺がこうより世間に推したいのは、はい、こっちでしょっていう。そうですね、うん、はい、いやだってやってて自分でも思いません？うん、思います。いやで舞台に立ってるのはそっちで、それはそれで大事な仕事ですけど、いや本当の大元で判断であるとか本当に大事な情報を作り上げて大事な仕事をしてるっていうのはどっかであるわけじゃない、はい、だからこそそのこの人はですね、気象予報士なだけじゃなくてさらに他の気象予報士を育てるためにこういうことやってるから気象予報士の中の気象予報士なんですよ。ずうずうしいよね、ほんと。すいません、うん。いや、でもすごい話ですよ。いや、普通はずうずうしいよねって思って、なかなかできないよ、これ。だからね、いや、なかなかできないと思うんですよ。その気象予報士を取ることに一生懸命になるっていうのはいっぱいいるじゃないですか。はい、自分が取ること、自分が取って自分が分かるために、うん、気象予報士になるって人はいっぱいいるわけですよ。はい、1万人いるわけですよ。はい、だけど、自分が通るだけじゃなくてさらにこの気象予報士っていう資格は素晴らしいもんだから、はい、他の人もぜひ取ったらいいと思ってるからこそ教えてるわけじゃないですか、はい、だから他の人をなんていうか勝たせるためにどういうことを教えるとか、うん、そもそもだから試験の内容自体は結構難しいですけど、ここにはまったらみたいなポイントがあるからこそなんかその教えたいっていうのも出てくるだろうし、うん、いやなんかねその俺は実際気象予報士の試験もう挫折っていうかもうその前に繊維喪失して、うん、受けてもいないので、あ、見たことはあるんですか、チラリと、あ、チラリズムあ、やめよう、はいはいはい、俺負けるみたいな感じですよ、はい、だけどハマる人っていうのはどこにハマるのかっていうのは、うん、俺はちょっと興味あるんです。でも基本的には一緒だと思うんですよね、うん、なんかその気象で天気って何面白いみたいな、生き物みたいみたいなところが、その興味はかなり多くの人が、うん、例えばいやその辺に興味を持たない人ある意味いないと思う。いないかもね。あ、そうかもしれない。そこまでの入り口は1億2000万人入れるわけです、はい、そこから先だ。だけどその次どうかって言ったら、はい、まあだからその、うん、現象に本当に空を見上げる機会が多い人ってもうちょっと半分ぐらい減るかもしれないけど、はい、でももうちょっと先に行くわけです、うん、そうですね。で京子さんだって、うん、まあ、ずっとテレビとか別の全く関係ない仕事してて、はいはい、大学も文系だったとかね、うん、そうですね、はい、理系の勉強で得意だと思ったことがほぼない。ない、ない、ない、ない。それがある意味なんですか、その気象予報士を取りたくなっちゃう。はい、そうね、まあそこまで勘違いすることは もしかするとあるかもしれない。うんうん、いや、なんかその突然やりたくなっちゃうっていう衝動的なものっていうのは、はい、まあひょっとしたらあるかもしれない。うん、でその後でも結構なハードルですよ、うん。そのハードル乗り越えるほどハマるってことは相当面白くないとハマれないと思うんですよ。そうですね。でそのスイッチがこうハマるっていう方向にこうハマるんだよね。だから弾かれたら、うん、あってなって弾かれたまま別なものに行くっていうのが普通の流れじゃないですか、はい、でも弾かれずにハマってしかも何ですか、受けて一発目でよかった。いやいやいや、2発目で、ね、2発目ですね。ほぼかなり短期間ですよ ね。そうですね、短期間 で、うん、で相当ハマったはずなんですよ、うん、これ何なのって話。あ、そう、で何なんだろうって思ってて、実は生徒にこう教えながら、うん、合格した人に合格体験談やるじゃないですか、うんうんうん、最近やる。その川口さんおめでとうございます最近やるじゃないですか、はいはい、その都度、うん、なんでハマったの、うん、っていうのを聞いてるんですよ、うんうん、分かんないから私なんでハマったんだろうっていうのをちょっと思い出すために、はいはいはい、みんなに聞いてるんですけど、うんうん、
なんかね、初めはやっぱりこの物理から入って、やっぱ若、何が面白いのか、果たして何がこれの低気圧に関係するのかみたいな、これ面白いのかっていう問題集でいくと、こう結構なんでしょう、きつい時間がありますよね。そうなんです。しかも入り口付近にあるんです。入り口付近が相当辛いじゃないですか。入り口付近になぜかこってこての物理ある。生理気学平行ってとかね。何やねんそれ。どないやねんそれみたいな。で、なんだそれは温帯低気圧の何なんだみたいな、温帯低気圧知ってんのに、はい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 、だけど全然お天気に結びついていかない、関係ないところから入るわけね、はいはい、で関係ないことが、うん、いつの間にやら、あれここに、あっていう時があるんですよ、うんうん、それどこなんですか、例えば。で、私がそれを、うん、どこなんだ一体って思った時に、やっぱ実技入ってからなんですよ、学科の勉強終わって、うん、実技の、うん、もう本当実際に天気図見て、はい、この現象がどうして起こるのかみたいなことを考えていくときに、やっと、うんうん、あ、一般のあそこで勉強したやつここにあったんだみたいな、遠っ、ちょっと遠いなって思うんです。あ、なるほど、なるほど、遠いんですよ、だから、はい、じゃあハマってるのは実技からなんですか、うん、だからよく私ね、学科ではもうなんかつまんないけど、なんかとにかくやってたんですか。まあね、つまんないながらも、うんうん、ちょっとその物理もちょっと解けるようになってきて、勉強してたら解けるようになってきたから、なんかちょっと面白い、できたことの達成感では楽しい、うん、でそんな感じです。だから純粋になんかお天気面白いっていう感じじゃない、はいはいはい、どちらかというと解けるようになった、まあね、うん、で、そのあんまり今まで触れてこなかった、苦手だから遠ざけてきたみたいなはずの理系科目的な、ね、はい、話が、うん、あ、割とやればできるんだみたいな、そう、ちょっと分かった部分が出てきて、うん、で、その辺で実技突入 C の、はいはいはい、実際にその温帯低気圧だのの振る舞いをちょっと天気図なんかで見たりすると、はい、出てくるわけですよ、一般分野のところで勉強したやつが、はいはいはい、遠くねそれと思って、うん、遠くねとか思いながらも、ね、それなんかこう引っ張られた分だけちょっと嬉しいんだ、うん、やっぱり。そうです。それでびっくりして、じゃあそれで私合格したからそこでハマるんだったら、うん、もっと早めにハマった方が、うん、あ、確かに、くじけないじゃん、うんうんうん、だからうちの講座は一応その物理の勉強はするけれども、うん、はいはい、ちょいちょい休憩時間にパンダ先生出てきて実際に起こる先生がなぜか出てきて、あの、実際にその週に起こってる天気図とか天気の現象とか持ってきて、ちょっとこう本当雑談ですよ、まだ一般分野勉強してる段階だから天気図なんて見れなくても、あの、本当に天気予報レベルで一体何が起こってたのかみたいなことを込めていくわけですよ、ぶっ込んでいくわけです。で、あなた方今物理やってるんじゃなくて、うん、物理のなんかこの理系の勉強してるんじゃなくて、うん、お天気というすごくなんかこう広い範囲で勉強してるのよの、うんうんうん、その一部分をやってるのよ、いずれここに行くための一歩として今これをやってるんだっていうのを見せれるかどうかっていうのが、それで何とかして今京子さんがトライしてるところなんだ。なんかこう興味失せないようにってやって、それで勉強してもらうっていうのでどうだろうと思ってやってるんですよ。で、一度ハマった身としては、はい、あの、ここに来てほしいっていう気持ちは分かるんですよね。そうなんです。だけど、うん、ハマるには結構道のり長えなみたいなのも知ってるからそこの道のりちょっともうちょっと舗装できないのかな。そうだから、あの、常に今の勉強はここにつながってる、今の勉強もここにつながってんだっていうね、なんかこう、うん、温帯低気圧の構造、部品だよ部品、ここ、はい、このネジないと分かんないの温帯低気圧みたいなことが常につながってれば、なるほど、ちょっとこう意味ねえなこの勉強って思われずに済むんではないか。なるほど。だからなんか難しいですよ、なかなか。それでも、うん、今見てるとその設計図なしで結構巨大なプラモデルやろうとしてるから、うん、とにかく順番に従って頑張れ。それです。何できるか分かんねえみたいな。なるほどなるほど。それってつまんないでしょ。プラモデルの、うん、で完成版が分かるから、うん、これ今やってんだっていうのが分かってれば、うん、楽しみじゃないですか。いや、そうかもしれないね、うん、そうやってやっていかないといけない、うん。そう、俺はね、もうその出来上がったプラモデルを動かして遊びたいタイプだから。そうでしょ。わかります。だからね、今3年も1からその設計図ちまちまその解読して組み立てようっていうところの気力があれなのかもしれないですね。うんうん、
もうそしたらそうでしょ、うん、もう出来上がったガンダム動かして、うん、乗りたいみたいな俺はあのジグソーパズルとか細かいプラモデルとかダメなんですよ、うん、ダメそうダメなんですよ、うん、あの出来上がったものをどう配置するかとか、はい、出来上がったもの同士でこうどういう関係性が生まれるかみたいな、うん、そっちの方が、うん、まあ、でも気象ってそういう醍醐味かなと、ね、でもまあ根底を振り返ってみればそういう物理の基礎みたいなのはそうなんで今思えばあそこ確かにいるわ。だ結局予報業務やってるじゃないですか、うん、予報やっててもあれこれってひょっとして一般で勉強したことじゃないってもう予報士取って何年もしてんのに、うん、もう一般気象学ですよ。なるほど。まだ本をこう戻ってあやっぱこういうことだよなって。いやそれはでも思うんだけど俺も思うんですけど一般気象学から入るんじゃなくて、うん、行った先で一般気象学に戻ってくる、ね、戻る。そう戻んない。何回もだから一番最初に一般気象学読んで挫折するのはちょっともったいないですそうなんですあれはね挫折する本なんですだけど結局挫折する本なんだけどすごいいい本なんですだから結果ここ戻ってくるんです、うん、いやだから必ず一冊持っておくことは別に俺は否定しないだけどそれこそ荒研の書く本とかがそれこそ最初に読む本なんじゃないかなっていうのは俺は思うんです、うん、正直言ってね。まあね荒研さんのね今書いてる本は少しやっぱ一番初めに読むには少し難しいから、うん、例えば私の勉強とかしてる最中に、うん、私の計画としては、うん、一般分野が終わる直前ぐらいにドスンとこの荒研の本プレゼントして、うん、どうよ、うん、どうよ、うん、こういうことだよ、ね、面白いだろみたいな、ね、どうなのよみたいな、うん、出すと。いやでもねあの件の言ってる話を本当に分かろうとしたら、うん、結構俺でも難しい正直その文字としてね、うん、だって本当は研究の最先端ですから。だけどパーセル君の性格をしてそいつが次何するかって話だけだったら別に本当に何ですか。そうです、ね、別に子供だって分かるじゃないですか、うん、もう本当になんてアンパンマンとバイキンマンが出てきて、うん、まあ、バイキンマンは最終的にはこうなるんだみたいな、うん、もうこれ鉄板じゃないですかそうかも、うん、まあ、結局、うん、なんだかんだ言ってアンパンマンやられそうになるけど最後はバイバイキンになるんでしょっていうねバンジバイバイキンになるんでしょ、はい、もう結果見えてんのに毎回何十回と見てしまうっていう、はい、もうほぼあれなんですよ、うん、だからなんかそれで見る分にはアラケンの話っていうのは、うん、全然全編全て完全に素人がいる。確かにそうか、うん、そういう意味で一字一句ちゃんとその含蓄されてるもの、アラケンが込めたもの、うん、その予感にはここが伝わってほしいとかいやいろいろあると思うよ、はい、彼のね思いはあると思うんですけど、はい、そこまで分かろうとしたら俺も結構、うん、ああこれ読み直さないと結構深いみたいな話ではあるんですよ。そうなんですよ、うん、いやだからそれにこう荒研もだから文章を書くのは難しいなって苦労してる部分はあるけど、うん、あの絵だけとりあえず最初いいじゃん。 あれそうですよね、うん、だってほぼ全編パーセル君たちがこう展開して、はい、もうほぼ漫画じゃないですか。そしたらそこだけ見ても面白いですもんね、うん、で俺あれ入り口でいいんじゃないの。そっか、うん、なるほど。で次にその予報士の学科の部分があって、うん、ね、一見無味乾燥に見えるこの式が、うん、実はバーセル君のね、うん、このセリフを意味してるとおいマジかっつって持ち上がっちゃうよっていうところがこの式で書かれてるんだっていう話だったら、その学科もなんかこう無味乾燥な式じゃなくて、うん、なんかこう式が語り出すというか、うん、かっちょいい話式が語り出す、ね、俺ちょっとそういうの憧れるわけ俺できなかったこんにちは。こんばんは。あ、俺さん。奥。はい。っていう話ですよね。はい。いやだからね、その京子さんのターン、うん、京子のターンはね、うん、やっぱりその予報士に私がハマった本当の理由っていうか、うん、となぜその予報士をむやみに今以上に増やしていくと。むやみね。そんな別にだって自分が取ったらもういいじゃないですか普通、うん、どう考えたって、うん、だけどそのなんですか毎年毎年増幅させようという、うん、取り組みをされてるそうですねのは一体何なのかという気がするんですね、う
でもそこから気象予報士って本当はあこういう別な今まで思い描いてた魅力とは別な、うん、僕らが一般が見てる天気お天気キャスターだけではなくて、はい、こういう魅力があるんだと、うん、持ってるっていうのはすごいなんていうか、ね、自在性が広がってすげえ楽しい生活で待ってるんだみたいな。そうどこにまで行くとも最高だなって。私はだから今日気象予報士のその1日とか気象予報士の1年を紹介し、ある気象予報士の1日、うん、ある気象予報士の1年いいねということでちょっとあれを作ってきたんですよ。あ、何？本当はね。あるんじゃないですか。うん、え、何？だけどちょっと出す。こんな高レベル。いやいやいや、レベル高い人じゃないよ。で、ちょっと出しづれなみたいなのがちょっとある。いやいやいや、どこにあるんですか？それじゃあなんだ、なんだよ、今までのなんか結構頑張ってきて、やっと出してくれますよ、本当に。いやいやいや、ちょっと待って。これですよ、私が見たかったのは。いや、時間大丈夫ですか？もうちょっと。やっぱりここまで引っ張って出てくるというところでこねえ、もう16分も録画してやっと出てきましたから。俺1回切りますか。はい、うん、なんかさ、ここ自分で